いっぱいあるし、聞いたこともあるし、たくさん製品があったら難しいでしょう。この一本だけで、これだけで塗ったら、貼ったら、飲んだら、勝手に広がってくるの、バカなの。プロアクティブだとか、クレアラシルだとか、ギャズヤとか、いったあの商品があるのも事実。それは商品が一人歩きしたんじゃなくて、プロモーションが上手だったわけよ。世の中っていうのは、いい製品が売れるわけではないんですよ。うん、いい製品が売れるわけではない。ない。うん、そんなの見たことない、いい製品が売れてるのなんて。いいコマーシャルが売れるんですよ。はい、それではよろしくお願いします。かけさん、今回はですね、ネットワークビジネスの製品で、特にその単品であんまりラインナップが揃ってない会社でこの商品がすごいと、特許もあり、これだけの実績があり、今までなかった、これは貼るだけで治るとか、塗るだけで、そう、塗るだけで OK みたいな、飲むだけで、そう、これはもう口コミとかじゃなくて、もう商品が一人歩きしていくんだみたいな、勝手に広がっていくんだ、こんなことが現場でこう喋られてる方っていると思うんですけど、いるよね。実際にそういうのって、かけさん見たことありました？いっぱいあるし、聞いたこともあるし、たくさん製品があったら難しいでしょう。この一本だけで、これだけで塗ったら、貼ったら、飲んだら、勝手に広がってくるの、バカなの。確かに、でも商品が1個しかないとこと、例えばアムウェイさんとかみたいに何種類もあるとこに比べたら、じゃあその人たちが言ってる理論っていうのは、たくさんあったら説明すんのが覚えれないでしょみたいな話ですよね、多分。それぐらいのバカがやってるビジネスなんでしょ。はい、覚えられないと思って、はい、あの普通理論的に考えたら、これも違うビジネスでやった方がすごいわかるね。はい、いつもあの例え話をネットワークの世界の話じゃなくて、一般論で話しましょうよと、一般論と比べてんだ、いかにバカげたことを言ってるかってすぐわかるから、商品点数が少ない店、おにぎりと、お茶しか売ってないコンビニとフルラインナップのコンビニ、どっちが流行る？間違いなくフルラインナップの方がたくさんのお客さんの層来ますよね。じゃあ町の家の近くにある潰れかけてるローソンとイオンの、イオンだって経営状態別にいいわけじゃないです、イオンの食品売り場とどちらが売り上げ上がるの？ああ、イオンですね。確かに、そうでしょ、客単価も高いわけじゃない、はっきり言って、だからコンビニっていうのはコンビニ、商品点数を絞ってで、そのマーケティングでこれが売れるっていう、今の利便性を追求した一番いいのをシステムによってマーケティングして、どん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 そのコンビニエリアによって製品をオーナーが変えていくわけですよ、それで集客を会社がやってくれて、また立地でということでやるわけですよ、今の話でも一緒で、これネット展開、ネットビジネス、ネットショップもそうなんですよ、ね、商品点数が5000件と5万件と50万点だったら、50万点の圧倒的に物が売れるんですよ、これもう一緒なんですよ、じゃあネットワークビジネスだけですよ、これがすごくで商品が一人歩きするってわけわからないこれ、もちろんね、プロアクティブだとかクレアラシルだとか、一点で言ったヤツヤとか、いったあの商品があるのも事実、陽明酒さんもそうだよね、最終巻、そういうのもあったのも事実で、それは商品が一人歩きしたんじゃなくって、プロモーションが上手だったわけよ。なるほど。要はプロモーションがリーチした、リーチする、当時はテレビだよね、テレビ通販みたいな形がやったところばっかりじゃない、今のだからその時代にマッチしてた、今テレビ通販やってもテレビ見るとおじいちゃんおばあちゃんだよねって、だからやっぱりあのテレビ若者っていったら、例えば20代っていうのは 50% しか今テレビを見てないって言われてるんですよね、じゃあ若い人に訴求効果があるのは何なのって、テレビなのって違うの分かるでしょ、そうですね、そうでしょ、だからヒカルさんとか YouTuber がやったりだとか、P2C が今言われ始めてるわけじゃない、インフルエンサーマーケティングじゃないのよ皆さん、P2C になってパーソン2コンシューマーになってきてるわけだよね、それでライバーとか、ライブコマースとか、いろんなもんが新しくチャレンジされてる中でですよ、どうですか、テレビコマーシャルあるの？ネットワークの製品ですよね。その人が。うん、まあ、やってる人たちっておじさんおばさんだろうなって、しかも頭の悪い人たちが多いんだろうなって、まあ、賢い人はそれが、どう考えてもうまくいかないっていうのは普通にわかるわけだし、調べたらわかるわけだし、で、そういうところに限って製品自分のところで作ってなかったりね、製造会社と販売会社別だったら、いや、研究してないよねって話になるわけよ。じゃあ、製造販売一つの会社だったら、メーカーで開発してるのかなって、どこの技術でどうかなって僕はすぐ調べる。アメリカの会社だったらアメリカまで全部調べる。アメリカの人脈を使っても調べたりするわけだよね、で製品がこうやって売れた成分とかいろんな言ってることとか全部分析したり調べる、そっちはもう僕ね、科学者なんて得意なのでそうやって調べるわけじゃないですか、で嘘ばっかりですよね。
ね、もう製品も嘘で、うん、またその製品が一人歩きするんじゃないんですよ、はい、世の中っていうのはいい製品が売れるわけではないんですよ、うん、いい製品が売れるわけではないない、そんなの見たことない、いい製品が売れてるなんて、おいいコマーシャルが売れるんですよ、はい、で大手がやってないことをやるわけですよ、うんうんうん、大手が自分のマーケットが脅かせるの入ってきたらどうします、僕大手で、あなたが大手で僕あの小ネズミ、あなたの大きなマーケットのドル箱に僕がこうやって僕があなたの市場を食っちゃうかもわからない、どうなる、いやもう叩き潰します、潰しますよ、当たり前ですよね、うん、陰謀論でもなくてそれ普通の話なんですよね、はい、当たり前の話、うん、企業経営者がこう、はい、小ネズミがこうやってやってきたら資本力を持ってこんなことをやったら僕らも自動車会社お願いしますよ、こんなやったらダメでこう言ったか言わないか知らないよ、裏の話は、でもそれ普通にするよねって、はい、だから目立たないようにこの燃料にはこれとか言ってもっと絞ってさ、ガソリンスタンドを作っちゃうんじゃなくて、はい、もっと絞ってやったら僕はね、それはね、なるほど、うん、例えば業務用とか農業用とかいろいろあるじゃない、で絞ってやったらそこも成功したんじゃないのって話があるわけよ、はい、だからみんなそういったマーケティング的なことを考えてないわけですね、はい、プロダクトアウトとマーケットインみたいな考え方があるじゃないですか、うん、でもネットワークの人はどっちかというとプロダクトアウト、そうだよね、側のなんか発想なのかなっていう感じなんです、ね、うんうん、そうそう、だからあなたなんかプロダクトアウトマーケティングインってすぐ分かるわけじゃない、うんうん、でもネットワークのおばさんたちって何も知らないわけよ、うん、マーケットイン何ですかそれみたいな、プロダクトアウト何ですかって考えなのよ、はい、で皆さんここでプロダクトアウトの話したいと思うんですけど、うん、この製品がありました、これがすごいんですよって売る、これはもうベンチャー企業とか中小企業の親父にもすごい多いの、はい、この製品がすごいから売れるんだ、売れませんって、うん、でどうやって売るのって、うん、どんな人がね、お客さんなのってターゲットはどんな価値をどんな方法で提供するのって、うん、そこがマッチして初めて物って売れるわけですよ、はい、よくても売れないですよ、うん、で必ず何かにつけては競合がいるわけですよ、うん、競合がいないビジネス製品ってないわけですよ、はいはい、世の中物溢れてね、はい、だから戦後物がない時代と今物が溢れてる時代は全くマーケティングって違うわけ、うん、作ったら売れるんじゃないわ、うん、必ず競合がいるわけ、うん、もしくはその、ま、何かの目的効果があるわけじゃない、はい、何か物というのはね、必ずしたらその目的を達成するのは同じ製品じゃないけど違うものがあるわけですよ、塗ったらどのこうの、塗ったら塗ったらアンメルツ塗る塗るとか、はい、塗ったらっていうのもいっぱいあったわけだし、うんうん、ピップエレキ板もあるだし、ファインティーもあるわけだし、はい、つけたらいいよとか、うん、いっぱいあるわけですよ、うん、それと差別化なわけじゃないですか、うん、そしたらこれがいいよって話じゃないんです、どんなお客さんですかって、うん、であなたのターゲットはどんな価値をどんな方法で提供するかっていうのがしっかりないと絶対物って売れない、例えばボタニカルシャンプーだとかも、はい、ね、あの当時なかったわけですよ、うん、これ別にボタニカルシャンプーがすごい特殊だったわけじゃなくて、はい、プロモーションが特殊だったよね、すごい上手だったからドカーンといったわけですよ、はい、プロモーションはお前です、はい、ライザップさんもそうですよね、今まである方法、誰でも知ってる方法をそこに絞って2ヶ月って絞ってビジネスモデルをやってプロモーションがうまかったわけ、ドゥッドゥッドゥッとやってて、だからいいコマーシャルを売れる、だから中身はみんな知ってた話だよねって、これはまあボタニカルシャンプーもそうだしライザップもそうだし、うん、って言っていろんな製品、やつやさんもそうだし、うん、プロアクティブもそう、はい、みんなそうやって分析したら、だからこの製品で売れるわけでは何でもないです、うん、金儲けだよねっていう、うん、消費者がいないわけだ、だからこれがすごい、これだけで楽だって、だから儲かるって言ったら、もうそんな話をしてるうちにこの人が頭が悪いわけですよ、うん、じゃあヒカルさんが、はい、これはすごいいいから自分も使ってるしいいからっていう仕掛けをするんだって話があったとするじゃない、うん、もうそれは当たるんじゃないかなと思う、ヒカル不安がまず買ってくれるから、そうですよね、といったことは考えられるしね、はい、例えば YouTuber のヒカキンさんとかラファエルさんとか有名人がですね、うん、これはって言ったら、お、流行るんじゃないですか、うん、そこそこ、うん、それは継続するかっていうのはその後の企業努力であり戦略戦術であると思うんだけど、はい、やっぱいくらラファエルさんがあってもヒカルさんがあってもその後っていうのは企業努力が必要で展開戦略が必要なわけじゃない、うん、ロードマップが必要なわけじゃない、うん、多分あの頭悪いと思いますよ別にそういった経歴もないし学歴もないし、はい、家柄もないし何にもない人たちが今もお金がない人たちが儲かるよ今がチャンスなんだよって言ってネットワークをゴロ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 してる人たち、はい、最初は大手で一生懸命やったらうまくいかない、これだったらできる、うん、これでもできませんよ、うん、だから製品点数が多い方が儲かるに決まってるんじゃないですか、そんなの、あー、なるほど、普通に理論考えたらわかるでしょ、はい、だからそれはバカな人を騙す、要は楽だよって話が売りなわけですよ、うんうん、楽だよって話と物が売れるは違う、うん、これだけでいいんだって、さっきの話だったら、うん、あんたいっぱい勉強私は分からないでもこれだけだったらできるっていうね、うん、それ楽だよって、要は楽で儲かるよっていうのに響いてる人であって、うん、この製品が一人歩きしてるわけじゃない、そこ大きな勘違いだよねって話なんです、うん、なるほど、まあ、製品は一人歩きしない、絶対しない、はい、
はい、ということです。ありがとうございました。はい。